にちは。こんにちは。アスキー編集部時差トラ一日店長社長の翼です。なんか違うけど、はい、観光だよね。時差トラ観光の社長ですよね。そして一日店長を務めます、店長の一平ですよ。よろしくお願いします、ね、お願いします。はい、そしてですね、本日なんですけれども、パソコン工房グッドビル、トヨタ店さんに、これなんか2回目ですよ、2年ぶりの2回目。2年ぶりだってね、いやー、なんか通りで懐かしいなと思いました。いや、そう、なんか最近の感じがしますよね。いや、本当だね、もうついこの間来たばっかってイメージですけどね。そうそう、もう私には苦い思い出しかない店舗ですけど。そうでしたね、はい、詳しくはアスキークラブで。ルーレット置いてるかな、また、やりたいですけど、まあ、そんな感じでね、はい、本日も一日店長頑張っていきたいと思うんですけれども、3ヶ月ぶりとなります。いや、久々だな、ちょっと意気込みをどうぞ。いや、もう全然だから、そうだね、一日店長も 6回目、地方は多分これで最後になると思うから、気合い入れて頑張りますよ。おい、いい加減にしろ。どうなってる、期待してたのに。いや、もうちょっとすいません、ちょっとさっき食べたつけ麺でお腹がいっぱいになりまして、もう全然考えられなくなっちゃって、もうお願い、すいません、すいません、申し訳ないです。まあ、私もなんですけど。まあ、そんなお腹いっぱいの私たちですけれども、まあとりあえずね、今年はもう最後になりますので。そうなんですよ、はい、2019年締めくくる一日店長としてちょっと頑張って気合い入れていきたいと思います。思います。じゃあ、えいえいおーで締めましょうかね。しましょうか。それでは本日も行きましょう。えいえいおー。なんかいつもになく締まったね。かなりバチンと決まったと思いますよ。もう最後ぐちゃぐちゃっとなった。それでは皆様、時差トラ一日店長開店します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。佐藤様、はい、はい、ご相談なんですけれども、ご相談内容、いいマウスを探しています。うん、仕事で CAD を使っていて、Bluetooth のものを使ってますと。あ、なるほど。で、正確にポイントを合わせにくい。よく Bluetooth で切断されてしまう。この2点が気になるっていうことなんですが、なるほど。一個お聞きしたいのが、Bluetooth がいいですかね。本当は、Bluetooth がいいんですけど、僕も Bluetooth のマウスを 2,3 個使ったんですけど、はいはいはい、やっぱなんかの表示で切断が切れちゃってっていうのがいつも煩わしいなと思ってたんで、なるほど、まあ、USB で、つける、はい、従来のやつに 2.4GHz 無線のやつですね、にしようかなとかって思って、ちらほら探しには来てるんですけど。なるほどね。ドングルつけるタイプだと嫌な理由ってあったりします？やっぱ音が1個塞がれるので、そうですよね。仕事で持っていくときに、なんかひょんな拍子でその USB がどっか忘れたとかっていうのになると嫌なんで、たまに途切れるって現象から言うと、はいはい、2つ原因が考えられて、1つはそもそもその製品がちょっともうおかしくなってきている。2つ目、はい、電池がちょっと危うい、ただ電池もちゃんと充電してるし、買ったばっかりだよっていう場合はおそらくですけど、最近あんま考えづらいんですけど、3つ目として Bluetooth も 2.4GHz 帯なんですよ、電波って。なので、干渉は割と多めの電波帯なんですね。例えば電子レンジとかルーターで 2.4GHz 帯を結構使っているとか、そういう場合だと結構影響を食らいがち。そばで他の人がマウス使ってるのは関係ないですか？1個とかだったら全然ね、あれだけど、本当その Bluetooth マウスを PC とつなげ、近くで使う場合って、本来はそんなに影響を受けないんですよ。ただなんか中にはなんかすごい途切れるなみたいなものとかあったりしないこともないです。ただすごく可能性としては低いです。あとパソコン側の Bluetooth のドライバーがちょっとおかしいとか、そういう可能性も、まあ、ありますね。ドングルタイプも結局は 2.4GHz 帯の無線使わざるを得ないので、電波混線する可能性あるんですよ。そうですよね。なので僕的にはどっちかっていうと、Bluetooth、その電波だとしたら、電波だとしたら、ね、問題がね、途切れる問題がねだとしたら、ゲーミングマウスによくあるんですけど、有線にできるタイプの無線ってあるんですよ。ポートから
有線でケーブルが伸びてて、はい、で先っぽにマウスをつなぐと、うん、ワイヤードマウスとして使えて、うん、でさらに外してその先っぽに USB のドングルをキュッて挿すと、うん、無線で使えるっていうタイプがございまして、うん、僕家でそれ使ってるんですけども、うん、なんか途切れるなと思ったら、うん、有線で使って、うん、あここ全然途切れないなと思ったら無線にして使うみたいな。それいいですね。有線無線どっちも兼ね備えたやつがありますので、うん、割とロジクールとか の、うん、あのゲーミングマウスに多いのでそこで探すとわりかしいいかなと思います。確かにあのゲーミングだとあとサイドにボタンとかも結構あったりとかするので、うん、なんか機能割り当てたりとかするのに便利そうですよね。ちなみに、おすすめの製品の型番なんとなくの価格って分かったりしますか？そうですね、うん、例えばこのシリーズとかでもいいんですけど1万円ぐらいしちゃうんですけど全然大丈夫ですか？あれちょっとあれかなバカなって言ってなんかゲーミング の、 あのマウスとかあの買うときに1万円とか結構普通にするんでパンって出して今時ワイヤレスの本当に安いやつだともうそこにもありましたけど、はい700円とか900円とか700円とか1000円とかで売ってるんで。いや予算あったりしました？いや特にないです。ほら大丈夫です。あ特に大丈夫ですか？そしたら仕事で何回もやるそうですよね仕事でお使いになられるものなん で、 ね、ずっと触ってるデバイスですもんね。そうですよ。ストレスないのがやっぱり一番いいです。考えたら、うん、MX バーティカルアドバンスドエルゴノミックマウスっていう有線でも使えるし、はい、無線でもドングルですかそれとも Bluetooth ですか？どっちもなんです。最強ですね。最強ですね。おそらくもうこれは最強と言いましょうか。アドバンスト 2.4GHz 帯と、うん、Bluetooth どっちも対応で、うん、充電ケーブルがついてるんで、はい、まあ有線でも使えるはず。ああいいですね、うん、あれあの形状って慣れるともうあの形状しか使えなくなるぐらいなんですよね。このエルゴノミックっていうやつが、うん、このなんか人体なんとかっていうやつなんですよねもうごめんなさいなんとかしか言ってないんですけど人間工学人体なんとかだとちょっと怪しい感じにそのなりますけども。いやいやこのね人間工学にねそう、あの基づいた設計のはずです有線で使えるってね書いてるサイトもあればねそうじゃないサイトもあってちょっと今僕はどっちかなと思って。優先になってるなってるなってる。あ、高速充電だった、まあね、でもそれ、まあ、充電してるんですよ。でも大概こういうタイプって充電も兼ねてこの瞬間優先で使えたりするんですよ。でさらにいいですよ3台のパソコン切り替えて使えるんで。あ、ロジカルはこういうのよくありますよね。イージースイッチって言ってですね、プロファイル設定しておけるんですよ、うん、でカチッってスイッチ動かすとバンってやれたりするし、あとフローって言って LAN 内でつながったパソコン内をぐるんって移動できるんです。カーソルがあのバンとよかった感動してくれてる顔してたからよかった。なんで1万円払ってもまあそうですね、すごく便利に使えるはず、うん、なんで超おすすめです。大丈夫そうですかね、はい、ちょっと最強マウスご紹介させていただきましたが、はい、解決できましたか？できました。あ、よかったです。よかった。解決っていうのを一緒にやりたいんですけど、はい、ご存知ですか？あ、はい、マジっすか見ていただいてるね。いや嬉しいですね。ちょっとじゃあせーのって言ったら解決でいきましょうね。せーの解決。ありがとうございます。よかった。よかった。それでは行きたいと思います。しゅんさん、今日のご相談内容なんですけれども、うん、7から8年前自作した、うん、まあ、だけど自分では組み立ててない、うん、ということなんですが、うん、新しくパソコンを購入したいがどんな仕様にしたいかも悩んでますと、うん、お願いしたら構成を考えていただけますかと。もちろんです。もちろんです。軽い問診をしたいですね。パソコンで何をしたいか、うん、一応ゲームとかはやらないんで、はい、まあ、動画編集とか、まあ、写真の編集、まあ、子供のあいいですねやったやつを、まあ、たまりにたまってるんで、うん、それを7、8年間やらなかったって。ほうほう。じゃあお子さんもかなり大きくなった。そうですね、うん、かわいそうにね幸せな聞きたくない現実とかじゃないんですけどまあそれで、まあうん、まあね、まあ、いい加減やらないといけないかなと思って、まあ、そういうパソコン欲しいんですけど、はいはいはい、でまあアスキーいろいろ見てて、うん、まあ、組み立てたいなとは思うんですけど、うん、不器用なんで、うん、まあ、前もね代行って書いてましたもん
ね。そうです、うん、それを ASCIIで、うん、パソコン買ってプレゼントとかしたじゃないですか、はい、あれを僕のために構成組んでくれないかな。あ、うん、いやもうそんなのね、最強ではなくてもいいんですけど、うん、ちょっとせっかちなんで早く動く、あもう早く処理がね、処理が早くしてしたいものを最強になりますよね。ちなみにご予算どのぐらいですか。 OS 抜きで15ぐらいでは考えてるんですけど、まあ足は出たらまあしょうがないかなと思ってはいます、うんうんうん、写真編集も動画編集も、うん、CPU の力が結構大切なんですよ、はい、じゃあ CPU 上げましょうか。なんで、はい、行きましょう。じゃあエペさん、じゃあ CPU からCore i9 の9900無印、はい、これね CPU クーラーついてるんで非常にいいと思いますよ。いいですね、うん、だいたい5万4000円ぐらいで、マザーは系付きじゃないんで、はいはい、H370 もしくは B360 か B365 あたりがいいんじゃないかなと思います、はい、まあ、予算的には8000円ぐらいでいいんじゃないですかね。お、いいですね。かけられるんだったら1万円ぐらいまでかけてもいいです。でメモリーなんですけども DDR4-2666 の 8GB2 枚かなと思ってるんですけど、うん、7-8000円、うん、電源ユニットは何ワットくらいあればいいですか。750.75でいいんじゃないかな、はい、あると安心ですよね。あると安心で、PC ケースはお好みって感じなんですけど、あ、SSD 入れてなかったね、ごめんなさい。ドアとグラボも、グラボはね、ぶっちゃけなくていいと思ってます。あ、本当ですか、うん、なくても大丈夫ってことですよね。なくても大丈夫、はい、ストレージはインテル 660p の 1TB、 これ M.2 のやつですよね。そう、これがめちゃんこ安いやつ、これ1万円ぐらいであるので、うん、で今、はい、8万2000円なんですよ、これで、うんうん、電源とケースの値段抜いて、なんで残りの6万8000円で、うん、お好きな電源と PC ケースとグラボを揃えるっていいですかね、うんうん、ケースとかは正直お好みなので見た目になるのでね、しゅんさんがテンション上がるような見た目のものを選んだ方がいいかなと思います。はい、こんな感じですかね、うん、OS 抜きだとこんなもんですかね、うん、動画編集とか写真編集で仕上がったものとその元の素材のものをこう多分別のドライブに分けたいって出てくるんじゃないかなと思うので、うんうん、はいはい、その辺は追加してあげてもいいかもしれないですね、うんうん、残しとくものと作業する方が、ね、あ、そうですそうです、うん、あとバックアップ用にね、やっぱお子さんの写真はね、うん、もう本当にね、なくなったらもう完全にテンションがそうですね、だだ下がりだと思いますんで ね、うん、思い出ですからね、まあ、今でも結構なくなってるんです。本当ですか。ハードディスク壊れてなくなってるんで、まあいい加減ちょっとねと。そうですね、そうですよね、せっかくの思い出ね。いや本当にお父さんの手でね、うん、残しといてもらえるとこのぐらいだったら結構長い間使ってもらえるかなって感じですね。いやもう全然、はい、あと5年は余裕で戦えるレベルだと思いますけど、全然いけると思います、はい、はい、こんな感じで大丈夫そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、よかった。じゃあ解決と一緒にやりたいんです、はい、いいですか、はい、せーの、解決、ありがとうございます。ありがとうございます。神谷優太さん、本日のご相談内容なんですが、うん、10万円以下の最新ノート PC、うん、写真編集用で探しています、うん、おすすめありますかと、うん、10万円か、10万円以下ね、10万円以下です、写真編集用ね、はい、これちょっとこれじゃダメですか。あ、全然大丈夫、ほらほら、え、ほらちょっと超えてもいいって、ちょっと超えてもいいって、うん、ちょっと超えても大丈夫です、ちょっと超えてもいいんだったらレベルインフィニティいきません？ゲーミングにする？ゲーミングにすると写真編集も結構こうサクサクいくかなと思ったんですけど、それかもう普通の写真編集ってどの程度の写真編集想定されてます？うん、ローの現像とか、ね、ロー現像、はい、あ、そのぐらいでしたら10万で足りますよ、はい、あ、本当ですか、ええ、ただな、他フォトショップ来たとか使うってなると、あ、全然いけます、全然いけます、うん、本当ですか。むしろメモリー4ギガじゃダメですよ。メモリーはね、
メモリーとストレージをねちょっと上げたいんですよ。そうですよね。最低ラインが税別で89,980円ぐらいのラインからあります。これってパソコン工房のスタンダードノートシリーズでスタイルインフィニティっていうのがあるんですよ。はい。で、こちら何が特徴かと言いますと、Core i7 の 9750H って言ってデスクトップの第9世代コアに近いものが、そうなんですよ。なんでパワフルなんですよ。なんでロー現像もできるし、いいですね。はい。もちろん動画編集もいけるし、CPU でいうと6コア12スレッドのモデルになるんですけど、まあ十分でフル HD の画面で、ただねこのモデルだとメモリーが4ギガ2枚の8ギガで SSD が240ギガ、ちょっと編集するにはもうちょっと欲しいです。もうちょっと欲しいです、ね、ってなったら BTO しようっていうね、でちょっとカスタマイズするよ。お願いします。このさっきのスタイルインフィニティの89,980円、ここから、うん、足していきましょうよ。そうね。で最終いくらになるかっていうところ、まあ若干今の時点でウェブだとね送料込みで101,178円なんだ、この値段でね。ここから先は神谷さん次第なのよ、うん、なるほど。どのぐらいプラスするとどうなるかって知りたいですよね。そうですね。CPU のグリスちょっと変えられるけどどうする？これいくらぐらいで変わるんですか？1380円プラスすると、はい、標準グリスの約15倍の冷却力を持っているアークティックシルバー5ってのが足しましょう。これはね、はい、足しましょう、足しましょう。グリスよくする？はい、よくします。 OK。 15倍なんですか？そうですよ。15倍でしょ。そうそう。データもありますよ。4度低くなる。4度も低くなるんですか、うん、じゃあメモリーはね8ギガ2枚にできます。お、いいですね。これねプラス11,980円。あ、 SSD はメニュー豊富っすね。容量欲しいですか？そうですね、うん、ちょっと240、そうですね、少ないですよね。そしたらね500のサムスン860エボがプラス3,980円なんですけど、はい、パソコン工房特選のブランドは分かんない NVMe 接続の M.2 SSD だと、はい、プラス2,980円になる。500、500、どっちも一緒。つまりサムスンだったら指名だけど、パソコン工房特選って書いてあるやつだと1000円安い分選べない。おそらくその時あるものだと思う。うん、全然十分ですよね、こっち2,980円で。 NVMe なんでね。はい、じゃそれにしよう。そうですね、はい、はい、プラス2,980円。ハードディスクつけときます？でもバッテリーの減りとかはちょっと気になるんで。なるほど、じゃあなしでいきましょう。じゃあもう外付けでね、いくらでもそんなもんはいけますから、うん、さてぐらいかしら。お、じゃあこれ店長計算してもらっていい、よろしいですか？消費税送料、はい、全部込みで119,152円。あ、なんか思ってたより全然手出せそうな金額になりました。ね、最初の時点で10万超えてるってなってた時に、ね、ちょっと不安でしたよ ね、 ね。しかも今パソコン工房でお買い上げいただきますと、本当だ、これ忘れてた。なんとですね、新品のパソコンですと最大 10% ポイント還元がございまして、はい、それで商品券が返ってきます。店舗だと商品券で、はい、ウェブですと多分ポイントです、パソコン工房の、ね、うん、で10万円税別で10万円以上のお買い物ですと 10% ポイント還元になります。こちらは税別で今のところ106,320円なんで、それでハードディスク買えばいいじゃないですか、また。あ、そうですね、うん、もしくはそこをここから実質抜くと、うん、ほぼほぼ10万円ぐらいになる。わ、すごい、なりますので、It's magic。 It's magic。 型番教えましょう。あ、お願いします。スタイル社長、型番って言ってるんで、カタカナだと困るんですよね。スタイルかけます。 Y ですね。 STY です。 STYLE ですね。もうやだ、神谷さんに恥ずかしいところ見られたくない。これはね、元となるパソコンの型番なので、ロゴありのロゴなしもできましたよ。あ、そうなんですよ。パソコン工房さんの BTO パソコンの一番の特徴だと思ってるんですけど、天板実はロゴなしカスタムできるんです。あ、そうなんですね。
これは無料なんですよね。これはですね、多分無料ですよ。もしシンプルな方が良ければないのも選べる。すごい。わりかしないんで、このサービスあんま他のパソコンメーカーには。大丈夫そうですか、はい、ありがとうございます。よかった。もう無理やり誘ったもんだからもう満足していただかないとね、ちょっとねえ、うん、解決してない、解決。あ、そうだ、解決してない、もう満足しちゃって、やばいやばいやばい。Wi-Fi知ってます解決、はい、あ、さすが。行きましょう。知ってない。それでは、せーの、解決。ありがとうございます。パソコン工房、幸せ広がるパソコン工房、パソコン工房、その名に恥じぬ仕事を今日も受け負う幸せ、聞いておくれ。